よ、トマサヒ、ひなたです。リュウ、セイ。今回は画面に映ってる通りこちらを紹介します。デラックス絶望人雷ホースライザーです。イエーイ、いただきます。いきます。テテレテテー、くれるんでしょ。くれないよ、ひなたくれない。音声とかね、今手元に電池がないから後でにするとして、外見とか見てみようか。おお、すごっ、やばくない？すごっ、なんかかわいい。なんかかわいいよね。なんかマックにこういうおもちゃがありそう、ちっちゃいやつ。確かに。ハッピーシー、通称発狂セットの差し入れ。バーン、これだけ聞こうか。よし、行くぞ。スコーピオンアビリティだけみたいだね。さっきのポケモンの疲れがあ、そう、最近ね、ポケモンの動画撮ったんですよ。そうそう、そしたらね、流星くんが録画できてなくて今、疲労状態に陥ってるっていうあれなんだけどということでね、ちょっとこれ開けてみようか。俺が負けるか、みんな疑問に思ってるでしょ。巻くだけだから、ベルト止めとか言うんですよ。まあ一応ベルトに通してみる、おじいちゃん。本当に疲れてるからね、さっきの撮影で。些細なことでも笑っちゃうんだよ。そう、今、女子高生みたいにね、箸が転がっただけでも、笑ったような状態に、うん、笑ったような状態、笑っちゃうような状態に陥ってるからね。はは、箸、箸が落ちた。わははは。よし。ほら、負けた。多分、あれなんだろうね。うん。冬って、水分を取り込みやすいから、冬とかは巻きにくいんだろうね。ということで、もしこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、チャオ、バイバイ、ピース。店員さん、店員さん、じゃあ、ありがとうございました。じゃあね。